楽しかった本当。なんか私はね、あのね、今日ハッシュタグ好きなんだをやったんですよ、 NGT で。そう、でも私ハッシュタグ好きなんだって初めてやったんですよ今回。だからそれはちょっと緊張はそんなしなかったんですけど、大丈夫かなっていうあれはあったでも楽しかった。そう、ハッシュタグ好きなんだ僕はつぶやく、めっちゃ好きだからさ、これできて嬉しかった。かわいいよねこの歌、プリもかわいい。さりげなく片思いめっちゃ楽しかった。そう、オーサムもやったし、最後にシャーベットピンクもやりました。そう、シャーベットピンク結構あんまり、そう、披露、みんなの前で直接披露できてなかった曲だったから嬉しかったです。うん、多分シャーベットピンクとオーサムに関しては多分初めて生で見たよっていう方も結構いたと思うし、そう、嬉しかったね。夏って感じ、そう、夏って感じでいいよね。そうなんですよ、7曲か。そうだね、ゆかさんセンターのブロックもあって、セカオ、セカヒット、ハッシュタグ好きなんだ、よかったよね、たくさん見れてよかった、ありがとう、ハートありがとうございます。去年のアットジャムさんでは、あの無観客でやらさせていただいたので、こう今回はね、今年はあのお客さんも入れてね、すごい大きな会場で、うん、楽しかったです。私多分一番大きかったかな、今日のステージが。うん、楽しかったやほやほ、暑かったね今日、本当に暑かった。もうなんかステージ暑かったよ、なんか終わった後とかもみんなもう汗だくだけど、もうみんなマスクするからもうみたいなもう汗って感じもうみんな汗でしたね。うん、そうなんだよね、汗でした。今日結構時間なくて大変だった、本当に。こんばんはリアル汗だった本当に。でもめっちゃ楽しかったし、本当にやっぱフェスっていいなって思った。やっぱお客さんありのフェスっていいなって思った。こんな感じかな、こんな感じだね、ここに書いて貼ります。見やすい？いいよね、ここがいいよね多分。いつもそのアングルで配信する、うん、まあ多分わかんない、多分いいね、ありがとうやっほーやっほー。とりあえず初日の日程スケジュールが決まったから、あさってのねスケジュールを決めなくちゃいけなくて、あさってはでも日曜日だから、日曜日だからなんかどうしようかな、でもスタートダッシュって結構大切だよね。16時15ステップ、そうですそうです、あとであのツイッターに上げるときに付け足して書いときます。うん、朝早くから配信します、朝配信する
そうだよね、最初で最後に中、そうだよね、回数増やしたよね。そう、日曜日だし1日配信できるから。そう、なんかいろいろパターンがあって、1234567899個に分けるか、9か、9個が結構追い込みなんだよね。そう、9個だと3周枠が2個とかで、2周枠が結構あるんだよね。2周枠が6個、3周枠が2個、1周枠が1個みたいな。だからそれも結構なんか、これが追い込みぽい。そう、なんかもう本当にめっちゃ追い込みっていうか、なんかすごいのもあるんですよ、本当9分とか。でもそれって多分難しいと思うから。そう、でも1回目の休日だし、うん、私なりに追い込んでるみたいな私からしたら追い込んでるよみたいな感じでやろうかなと思うんだよね。そう、これもかなりきついんだと思うんだよね。私19枠は多分やばいけど、9枠なら大丈夫だから。やっぱスタートダッシュ大切だから、最初の方に多分ポイントがあまりにも離れちゃったら、結構そこから追い返すのって結構厳しいと思うんだよね。だからなるべくそのスタートダッシュである程度いい線までは行っときたいっていうのがあるから、そう、明日はこれでやるけど、その明後日はこれよりかは刻もうかなって、穴されすぎるとファンも諦めちゃうから。そうだよね、そう、なるべく上位にいたいかな最初から、っていう気持ちですね、私的には。明日の一枠目、とにかく皆さん、そうだね、ここ絶対、ここは絶対してほしいかな最初。そうだから、日曜日は結構レアだから、平日って結構みんなさ、お仕事とかでさ来れない方多いけど、平日、あ違う、休日はわりかし来れる方の方が多いんじゃないかなって思うので、9枠にしようかな。どう思いますか、いいですか9枠にしても。いいですか、私に合わせる私に合わせる本当ですか。まあでも枠多い方が多分見に来れる方が増えると思うんですよね。そう、私は大丈夫だよ。そうだよね、じゃあそれにしようかな。
なみにだけど、あ、まだこれ書いてないんだ。一回書いて見せるか。なるべく頑張る。ありがとうね。さやが無理のないように。いや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 、私は無理をしなきゃいけないんだよ私は無理をしなきゃいけない。ちょっとその日曜日の予定書くね。一回7時から7時25分が1回目で、9時5分から9時25分が2回目で、3回目が12時10分から12時35分、4回目が14時15分から14時35分、5回目が16時20分から16時40分、6回目が18時25分から18時45分で、ありがとう。一日配信って結構大変って言うよね。言うよね。そうなんでね。7枠目が20時半から、ちょっとめっちゃ汚いけど字。20時50分。8回目が22時35分から22時50分。なんか絶対できるときにやっといた方がいい気がする。23時40分から。最初にちょっと気持ちを落ち着かせときたい。23時50分。よし。私、一日配信ってちなみに初めてかもしれないから、ちょっと楽しみではある。そう、ちょっと楽しみ。こんな感じです。はい、これはあさって。あさっては日曜日だし、休日なので枠を増やそうかなと思ってて、私も一日配信できるからちょっと頑張っときたいので9枠にしようと思ってます。なので最初が7時から朝配信したいと思う。これは寝る前までに満タンにしといて、6時、これ書いてあるのが6時13分って書いてあるんだよな。捨て星なんだよね。そう、なんかギリギリだよね。6時10でもなんか13って書いてあるそうで、2回目が9時5分から9時25分、8時15に星集め、9最初25分枠だから間の13分。あ、そういうことか。このスケジュールなかなか厳しいかな。厳しいかな。星以外もカウントされるの？うん、されます。星以外にもなんか50カウントってのがあって、その星投げと同時っていうか、星投げが終わったらカウントを50カウント半角数字で打ってもらえると、それがポイントになるから。そうなんですよ。あとはまあ有料ギフトって感じかな。そのどれかです。そうなの。これだと星3周枠が2つあって、2周枠が 1,2,3,4,5,6枠あって、最後が1周って感じなので、結構割と
いい感じ。3周枠が1個目と3個目なんだよね。うん、19枠ってすごいな、そう考えると。これでも結構厳しいと思うんだけど。ちなみにコメント50回でもかまあまあまあ、確かに確かに、まあまあって感じにしようかなと思っている。レインボースターって、あ、意味あると思います。レインボースター確かポイントになるって書いてあった気がする。うん、なるなるなる。レインボースター一つで他の星の100個分のポイントになる。なんかマイページのチャレンジっていうのを達成するとレインボースターをもらえるみたいです。そう、 2.5 倍だよね。そうそうそう、レインボースターはなんか普通の星と違って有料ギフトになるから、そう 2.5 倍になる。レインボースターも10回連続で投げた方がいいみたいです。うん、大事にね使ってください。そう、ポイントの集め方はそうだね、コメントをするっていうのとコメント50回。でもコメントを50回するのって結構その時間も限られてるから大変じゃないですか。だからあのカウントするよっていうお話であって、まあコメントでもいいっちゃいいんですけど多分大変かなって思います。なので50カウント半角数字でしていただいて、そうするとそれがあの1個の配信につき50ポイントになるので、ぜひあの星ももちろんそうなんですけどカウントの方も忘れずにしてくれたら結構プラスになってくと思うんですよ。そのそう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 、積もっていくとねかなりプラスになるので、そう、星投げが終わったらカウントして欲しいなーっていうお願いかな。あとは無料ギフトを送る、これが欲しいですね。マックスが99個かける5種類です。でその上がさっき言ったレインボースターってやつで、その無料ギフトのその星ちゃんの100個分だけど、このレインボースターは有料ギフトに入るのでポイントが 2.5 倍になるって感じです。そうそうそう、でその上が有料ギフトになってくるって感じですね。そうそうそう、でとてもとてもとても大事なのが携帯番号の認証をしないとポイントが集計されないので、そこだけまずはそこの設定を、電話番号と、はい、認証をねマイページからしてください。よろしくお願いします。そこからコメントなり星ちゃんなりお願いします。今すぐ、そうだね、今日中によかったら、まだしてなかったらぜひぜひ忘れないうちにお願いします。はい、そうなのよね。これはもういいか、ちょっと一番大事です。そう、大事なのよ。そうなのよ。あと星ちゃんなんですけど、星ちゃんはなんか配信開始30秒以内にその星10個ウェヨーンってやつを投げるんですよ。10個かける5か。でなんか30秒後に星がもらえるみたいなので、必ず30秒以内に
投げ切って星をもらったら持ってる星をすべて投げるらしい。前にやったからよく覚えて。お、さすが。で、1周目投げ終わったら星を満タンまで集めて配信開始30分以内に投げ切る。そう、新しい星がもらえる前に投げないともらえなくなっちゃう。その投げてる途中にちょっとゆっくり投げるとする。こうやってよいしょよいしょよいしょってやるとするそしたらなんかこうやってヤッホーって新しい星が来ちゃうんですよそうそうそう、ここでちょっと今頑張って私に星を投げますよ、頑張ってさや星だよってやるじゃないですか。そしたらゆっくりすぎて新しい星ちゃんが来ちゃうんですよ、こうやってこんにちはって来ちゃうから投げれなくなっちゃうの、こっちの星が。そうだから早めに投げて新しい星ちゃんを受け入れようねっていうお話。そうそんな感じ星ちゃんね、そう星ちゃん可愛いんですよ。そうなので星ちゃんぜひたくさん投げてくださいそう、なんというゆるい説明。でもなんかさ、なんか私が理解能力あんまないからかもしれないけど、なんかそうした方が分かりやすいんだよね。私なんかそういう優しく考えた方が分かりやすいんだよね。なんか前まとめたやつも結構自分の言葉でまとめたから、なんかそれの方が分かりやすかった。私はそう、なんか分かりやすくしてみた説明平和すぎ確かに。え、大丈夫かなみんな、3週とか大丈夫かなみんな。もう大丈夫。さや結構頑張って、ありがとう。大丈夫かなみんな。三振はよく知ってる。おお、天才か。そう、なるべくそうなんだよね。3週だったりとか2週でも1週でも本当に1人でも多くの方がやっていただければ、本当に1週でも2週でもそれがプラスになっていくから、そうなるべくそう星を、そうなんだよね、たくさん投げてほしいかな、多くの方に。多分大丈夫です、ありがとう。そう、もし3週できないやってなったら2週とかでも嬉しいので、ぜひ時間ある時にルームに来て少しでもこう10個連続でフィ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 って星ちゃん与えてくれたら嬉しいです。頑張ります、ありがとう。やほやほん。うん、3週が難しい人は1週でも2週でもいいのでお願いします。カウントとかね、カウントもぜひお願いします。全知識使います、ありがとうありがとうありがとう。みんな本当に、そう私本当初めてだからさ、すごいいろんな方にさアドバイスいただきながらスケジュールも決めたりしてて本当にありがたい。支えてもらっちゃってありがとね。ハートありがとうございます。配信では何か企画する、うん、企画しようかな、せっかくなら。でもまあでも明日は、まあ、割と喋ることはあると思うけど、まあそうだね、うん、企画は
考えようかなと思います。あとなんかそのギター練習の時とかはギターあるからギターやろうかなって思うし、うん、そうね。だるまちゃんありがとうございます。とりあえず初日頑張ろう。初日のあれだよね、初日どうなるかだよな。どういう初日で分かるよね、まずなんか、あ、こういう感じなんだみたいな。今全く分かんないからさ、誰がどれぐらいなのかっていうのも正直ちょっと分からないから、結果怖いんだけど。初日の結果ってその日に見れるよね。そうだよね怖いよみんなみんな怖いよ、助けて助けて誰がスタートダッシュを決めるかだよね。いやほんとそれな。え、マジでリアルな数字出んの怖くない？私そういうのさ、まあでもあの48タイムズさんのイベントしか経験したことないんだよね、そういうの。でもなんかショールームイベントとはまた違うじゃん、あれって。だからほんとわかんない。結果出るって怖いよね、ほんとそれな。怖っ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 。いえ、油断なくいきます。そうだね、そうなの。油断しちゃダメなんだよね。油断ってよくない、本当によくない。1位争いに加われるという。そうだね、そうね。いや頑張りたいな、頑張りたい。最後の 0.1 秒まで油断してる余裕ほんとないよね。わかる、ほんとにそうでね。なんか前回のその最終枠見てたんだけど、私も結構最後の最後まですごかったもん。だってほんとにもうこうやってめちゃめちゃ入れ替わってたから。そう、でもそういうそれってなんかもともとその結構上位にいないとその接戦っていうかさ、そのなんていうの、競争まで行けないっていうのもあれだよ。うんうん、そうなんだよね。あとは企画を考えてって感じかな。そう、でも明日は最初の枠が30分あるから、最初の30分はでも多分普通に喋って終わっちゃうと思うんだよね。そう、なんかイベントのことについて喋ってたら多分私終わっちゃうと思うんだよね、30分って。そう、意気込みとかで終わっちゃうと思うんで30分。そう、始まりました的な感じで。そうそうそう、写真に帰って自己紹介、ああ確かにいいかもね、自己紹介も。確かに今回タワーギフトないはず。あ、タワーギフト、あ、そう、クマちゃんか。そっか、クマちゃんベアーヤですね。一週間一緒に頑張るね、頑張ろうね。考えとくか先に。どうしよっかな。
25分ってでもなんだろう、25分ってむずいな。あっという間に終わっちゃいそうな気もするけど、そんなことないのかな。ひえー、でも毎回そのこういうスケジュール出すじゃないですか。その一番最後の枠は明日の予定にしたいんですよ。そう、明日の予定にしたくて、明日の予定のそのなんていうの、日程を改めてこれですよって見せて確認をしっかり取るっていう時間にしたいかな。最終枠は、最終枠っていうかその日の最終枠は、うん、そうしたいんだよね。うん、まあでもなんかいろいろ考えてみます。でツイッターにそれをあげてって感じかな。なのでとりあえず、うん、明日はこれでやります。17時からいよいよイベントが始まるんですけど、頑張ります頑張ります、頑張ります。17時から17時半が3週枠です。3週枠、ここが結構鍵です。ので16時15分に捨て星お願いします。16時15分です、明日は。よいしょ。15時15分までに星集めをしとく、満タンにしといて16時15分に捨て星で、17時にここ集合って感じです。うん、忘れないうちに星集め、そうだね、明日からは寝る前に、そう寝る前にした方が安心かなと思うのでお願いします。星を満タンにしてから寝てください。忘れないように今日満タンにして感じます。ありがとうございます。まあでも明後日のねスケジュールも決まったので大丈夫かな。とりあえず焦ることはないかな。明日はとりあえずちゃんと配信して時間通りにして結果を見て感じだよね。スタートダッシュ決めたいよね。うん、うんうんうん、そうだね、一日終わった後ね星集め大変だよね。そこもちょっと頑張ってもらわないといけないんだけど、うん、頑張りましょう皆さん。あとでこのあさってのスケジュールちゃんと書いてツイッターに、まあでも今日はツイッターにこれ載せるので待っててください。頑張りまする、頑張りまする。いやー頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。そんでもって私まだメール、お休みメール送れてなくて50分に終わろう応援頑張ります、ありがとうございます。改めてね、明日からビスさんのイベントが始まるわけですけれども、まあ初めてのねショールームイベントなので
ちょっとね、分からないことが多いんですよね。だけど頑張ろうと決めたので、皆さんよかったらついてきて応援してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。明日はじゃあ17時からよろしくお願いします。ではお休みメールも送るので今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。じゃあランキングを読んでいきたいと思います。13位、かずやさん、ありがとうございます。12位、はるなさん、ありがとうございます。11位、あきひろさん、ありがとうございます。10位、伊賀の藤丸さん、ありがとうございます。9位、イーティーさん、ありがとうございます。8位、ゆうくんさん、ありがとうございます。7位、千古魔術師さん、ありがとうございます。6位、村地さん、ありがとうございます。5位、星の鼓動愛さん、ありがとうございます。4位、ズミチさん、ありがとうございます。3位、ダイさん、ありがとうございます。2位、純一お兄さんさん、ありがとうございます。1位、山ありかもごさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。明日からよろしくお願いします。じゃあメールを送るので今日はこの辺で終わりたいと思います。今日も見てくださってありがとうございました。アットジャムさんもありがとうございました。今日は本当に楽しい時間を過ごせました。ゆっくり今日休んでください、皆さんも。はい、体調には気をつけてください。そうだね、本当にお互いに体調には気をつけつつ頑張りましょう。ではまた明日よろしくお願いします。明日から本当にすごい大変になってしまうと思うんですけど、一緒に頑張っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ではゆっくり休んでください。おやすみ、ありがとうね。今日も見てくださって、また明日からよろしくお願いします。おやすみ、バイバーイ。